こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりましたえー、今日はね今田んぼに来ててえーまあ、夕方いつもね、えー、田んぼの見回りに来るんですけどね、えー、これ見てください鳳凰に見えませんこれ鳳凰ほらスーッとあって羽がこの辺りあるでしょうぐーっとねでこれ胴体でこれくちばしのような、まあ、こういったものがあの西の山えー、ね六娘山の方にかかってくわっとね、えー、かかってますよ ま、マジねもうちょっと録画する前にね、えー、撮ったらもっと鳳凰にこう似てたんですけどねすごいなーって思って、えー、急遽ね動画を回すことにしましたまああの龍の時代っていうことから鳳凰の時代になるというようなそんなことも言われておりまして、えー、竜が鳳凰になっていくんですよねですから本当にですね、えー、今令和4年でございますけれども、えー、いよいよですねこの9月は、えーまあ 分岐点になるというような、えー、時代の変わり目になるというようなそんなことも言われているような、えー、月なんですねですから、まあ、自然現象にこういうのも現れてもおかしくないかなというふうに、えー、ついつい自分なんかね、えー、こういう,あのう都市伝説のうようなことも好きなんでね、えーまあ、あのチェックしてます自分の方もねいろいろとね働き方改革また、えー、人はどのように生きていくんだろうかとかね えー、今もう本当にエリザベスさんも亡くなってですねでその前は、えーまあ、あのちょうど日本の元安倍総理が亡くなり同じように、えー、国葬、ね、するということなんですけれどもまああのー、なんかすごいこう巡り合わせというかね、えー、じゃないですかこんなことも珍しいような気がするんですけどね、えーまあ、そんなことで本当に時代が変わってるなというのは 皆さん感じてることだと思うんですよ。で、昨日もね、えー、本田健さんの、えー、ズームオンラインセミナーというかね、えー、まあ、Facebook 会員さんについてはね、えー、あったんですね。で、本田健さん、まあ、世界中を回ってきたわけなんですよ。で、どうだったかっていうことで、えー、ちょっと質問があったりなんかしたんですけれども、やっぱりね、えー、日本ってすごいよねっていう風に改めて、えー、言ってくれてました。 我々日本でずっと言いましたらね日本の良さっていうのがあまりわからないかもしれないんですけれども、えーまあ、海外に行ってこう見てみるとね、えー、日本って大丈夫かっていうふうに言われてるんですけれども、えー、何の何の、まあ、アメリカとかね何かに比べてもあの見劣りもしないし逆に、えー、まああの何言うんですかね格差社会っていうかねそういうのも 進んでるよというふうに言われてるんだけれどもアメリカほどではないらしいんですよね。ですからあのまだまだね、えー、捨てたもんじゃないし、えー、安全安心って言えばやはり日本なんですね。えー、そういうい意味ではではすね、えーまああのー、ポーランドとか なんかはすごくいいって言われてもこれも税金がかなりね、えー、投入されておりますしまあ、要するに、えー、まあ、本当に資本主義っていうのではないようなそんなことも言ってましたねはいですからまあそういう意味でね、えー、日本っていうのはまあ安心しとってくださいということでただね、えー、右往左往しながらね預金とかそういうものを確保するようにしてくださいと もう本当にマネーゲームで、えー、あのお金がなくなるっていうような形で、えー、ございますからそれをいかにね自分のお財布の中に確保していくかというこれだけはね注意をしとってくださいというようなことも言われてましたですから私ももうあの右往左往してね、えー、一応、まあ、株に、えー、1年半前にね投資をしました。 その金額がもう多分今日見てないんですけれども、40%ぐらい、えー、もう6割が減ということになっておりました。もっと下がってるかもしれませんね、今日見たらね。うん、だからもう、もうその、そういった、あの、右往左往してね、えー、よくね、あの、政府は、えー、株式投資、えー、をやろうとかね、えー、また、あの、本屋さん行ったらお金の、あのー、まあ、あの、本っていうのがかなりあって、 えー、お金は副業するとかね、えー、また本業以外に、えー、収入源を持とうということで投資であったりね投機、えーまあ、ではないんだよと言いながら、あのー、非常に私も投資という意味合いでしたわけですけれども、えー、60%減と、うん、もうこれ以上はちょっとや,やらないでおこうなと思ってますそれとかねあと、えー、自分自身の力をつけるというのは大事かなと思いますね、えー、ですからあのー、いち早く私も えー、このオンラインっていうことに対してはあの手をつけてきましたし、えー、このように田んぼからでもですね、えー、動画を撮っていくというようなこんなこともね、えー、試みをしておりますだからあのー、それとあとね、えー、オンラインは、えー、この後この,この後ねどういうふうに続いていく,くんだろうかっていうような。 こともあのー、これは本田健さんじゃないんですけども成田さんね、えー、非常に今有名な成田さんが言ってましたけれども、えー、オンラインもね、えー、もうだいぶね会社に戻って仕事をするというようなシフトチェンジというかもう元に戻るっていうようなところもあの出始めておりますそうなりますと、えー、オンラインで仕事をするっていうのは優雅な人、えー、まあ、社長さんとかね、えー、そんなことで、えー、まああのー これも格差、えー、セレブ的な仕事ができる人がオンライン。えー、やっぱりね、えー、現地に行ってやるのがあの労働者というような、えー、なんかこう、何言うかな、えー、格差社会っていうのがオンラインを通じて起こるんじゃないかなというふうなこともおっしゃっていました、えーまあど。育成どうなっていいか分かりませんけれども、えー、しっかりとですね、えー、未来の予測を自分なりに、えー、鵜呑みにするんじゃなくて、自分で立ててね、 そして、検証しながら、えー、12月、または来年を迎えていきたいと思います。あぁ、法王がね、もう、あのー、なくなりましたよね。はい。いや、これ、こう、こう、なんか、広げて、なんか、羽ばたいていっけるような感じもしますよね。はい。まあ、非常にですね、えー、雲を見てたら、なんか飽きないような。まあ、たまにはね、こういった自然を見ながらね、えー、優雅に過ごすっていうのも大事じゃないかなと思います。それでは、さよなら